作戦の最終確認をする。この作戦の目的は2つ、剣哲也の奪還およびインフィニティの破壊だ。まず閉鎖中の富士プラント地下坑道へ侵入、コパイロット兼ミッションスペシャリストとしてリサも同乗する。発進と同時にボスボロットと博士たちは敵の陽動を開始、ありったけの火力で引きつけつつ逃げまくってくれ。おう、任せとけ。せいぜい派手にやってやるわい。俺たちはプラントに到着後、無駄な光線を避けるため行動エレベーターを使い、インフィニティの足元へ到達。この角度からならインフィニティはブレストファイヤーを撃てない。そこからインフィニティの装甲に沿って上昇する。同士打ちを避けたい敵が多少なりとも攻撃を弱める効果も期待できる。その後インフィニティへグレートを強制的にパージするプログラムをインストール。これでゴラーゴン停止確認後、哲也さんを回収脱出します。時間がない中よく間に合わせてくれた。ここにいる誰一人が欠けても俺はもう一度マジンガーに乗ることはできなかっただろう。これがマジンガー最後の出撃になる。全シークエンス終了、発進を許可します。